おはようございます。今日は2人の方の、ね、洗礼、そして、その証を聞くことができて、本当に感謝ですね。神様はそれぞれに、道を備えて、そして、神の家族に迎え入れてくださっている。ここにまだ洗礼を受けていらっしゃらない方、次はあなたです。さて、今日はですね、キリストによるチェンジという、今日は洗礼式ということもあって、今年はチェンジの年ということで、神様が私たち一人一人を作り変えてくださるというお話をずっとしているわけですけれども、神様が私たちを作り変えてくださる、その一番元のところっていうかね、一番最初のところのお話をしてなかったんですね。クリスチャンになってからも神様はずっと私たちを神の栄光のために作り変えてくださるんですよっていう話をことしているわけですけれども、その一番最初の神のことをしてくださる、クリスチャンとしてくださるということが実は一番大きなチェンジなわけですね。今日は洗礼式ということもあって、このお話をさせていただきたいと思います。いつこのお話をしようかなとずっと思っていたんですけどね、とても今日はいいタイミングだったと思いますけれども、キリストによるチェンジ、イエス・キリストによって私たちはどんな大きなチェンジに預かっているのかということを確認したいと思うんですね。ぜひ皆さんも、今日のお話は、クリスチャンの方であれば何度も身にされたことのあるお話だと思いますけれども、もう一度確認していただきたいんですね。私はどういうふうに変えられたのかっていうことを、確認していただきたいと思いますが、まず最初にですね、キリストによって私たちに与えられたチェンジは創造主との関係が回復したということです。創造主なる神と私たちとの関係が、正しいものになった、あるいは全くもう無関係だったのに、それがもう一度関係が修復されたということであります。ローマの信徒への手紙の3章23節に、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと書いてあります。人は皆、全ての人類は罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。罪を犯しているというのは何か犯罪を犯しているということではありません。もちろんそういうことも含まれますけれども、私たちの罪というのは創造主である神を神として認めず恐れないということ、この創造主である神の思いよりも自分の思いを優先して生きていくということが罪であります。創造主なる神の方をしっかり向いていない、自分勝手な方向を向いている、これが罪であります。創造主に背を向けているということが罪であります。ゆえに神の栄光を受けられなくなっている。神様の栄光というのは神の知恵であり、力であり、あるいは命であり、愛であり、その神の輝きが私たちのところに届いてこない。背を向けているがために、この神の栄光が私たちのところに届かなくなっておりました。そしてこれはとても大切なことですけれども、聖書は私たち人間がどれだけ努力をしても修行をしても功徳を積んでも絶対にこの神様との関係を自分の力で回復することはできないということです。ここがこの聖書の教え、キリスト教と他の宗教の絶対的に違うところです。あんたの宗教は間違ってると私は外では言いませんけれども、ここではこの聖書の教えの明らかに他の宗教と違うところは、人間がどれだけ頑張っても修行をしても痛い目にあっても神との関係を自分の力では回復できない、これが聖書の教えなんです。罪を犯して神の栄光を受けられなくなっているんです。これが人間の本来の姿です。
がですね、これ聖書の本文の通りです。受けられなくなっていますがって書いてあるんですね。このがが重要なんです。ががあるとないとじゃあ、ね、全然違うんです、世界が、ね、このがこそが福音なんです。バットですね、英語で言えば。日本語の方が短いです。がです、が、ね、しかし本来ならば神の栄光を受けられなくなっているんです。私たち罪を犯して神に背いているんですが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神の栄光を受けられなくなっていた私たちですけれども、ただただ唯一ですよ、オンリー、他にはないということです。ただキリストイエスの贖いの技を通して、贖いの技すなわち十字架の死ですね、神の御子、他の人じゃないです、神から使わされた神の御子であるイエス・キリストが私たちに代わって十字架の上で死んでくださって、私たちの罪の身代わりとなってくださった、私たちの罪の代価を払ってくださった。贖うというのは買い取るということですから、私たちの罪の代価を払ってくださったことによって私たちは無償で義とされる。義とされるっていうのは、今日から私は立派な人になりましたということではありません。義とされるっていうのは、神と私たちの関係が正しくなりましたということです。創造主と私たちが不可分に結ばれるということです。これが義とされるということですが、あくまでもこれは一方的なプレゼントです。恵みですから、グレイスですから、神様から注がれてくるものです。自力で手に入れたものではありません。神様が与えてくださったもの、この一方的な恵みにより、わざわざ無償でと書いてありますから、どれだけの富を積もうとも功徳を積もうとも、私たちにはこの贖いをいただく価値はありません。その価値を作ることはできないんですね。一方的な神様からの恵みです。これもこの聖書の教えの重要なところです。これ一方的に神様からいただいた、はいどうぞと、あとは受け取るだけです。口をあーんと開けて入れてもらうのを待つ、口を開けるか開けないか、ただそれだけのことです。キリストによって与えられたチェンジ、それはキリストが贖いの技によって私たちの罪が許されたんです。罪が神様との関係を壊してたんですけども、その罪が許されて、もう永遠に私たちの罪は許されています。過去も現在も未来も、イエス・キリストを信じる人の罪は全て許されています。安心して神様のもとに行ってください。安心して死んでください。安心して死んでください。怖がる必要はありません。神様のもとに行ってもイエス・キリストを信じておりました、あなたには何の罪も見出せないよと神様おっしゃいます。何の罪も見出せない、全てご存知である神様なのに、そのことだけは知らないと言ってくださるんですね。罪は許されて、この創造主との関係が回復されたということがキリストによって与えられたチェンジの第一番目です。二番目は何でしょうか。永遠の命を与えられたということです。創造主なる神、永遠の神と私たちが結びついたことによって、この神様から永遠の命がドーッと押し寄せてきました。永遠の命が注がれました。永遠の命は何でしょうか。神様の命です。私たちは一方で一時的な命を持っています。これは肉体の命、死をもって終わる命です。これは一時的なものです。でも永遠の命というのは神様から賜る命で、実はこの永遠の命でよく誤解されやすいんですけども、このままいつまでも終わらない命だと思っている人がいますね。それは間違いなんです。このまんま3万年私が生きてたら恐ろしいですね。悪くはないでしょうけども、
終わりがないってなんか逆に怖いですよね。神のお与えになる永遠というのはですね、時間を超越してるんです。過去も現在も未来もないんです。人間には想像できない世界ですけども、永遠の命というのは時間を超える命です。時間に縛られない命、別に過去に行けるとか未来に行けるとかということじゃないんですけども、時間というのは神様が天地創造なさった時から始まっているものなんですね。やがてこれは終わるんです。でも永遠の命を生きている私たちは、しかもこれはですね、永遠の命をやがて与えられると書いてありません。天国行ったらくれるとは書いてないんです。イエス・キリストを信じた人には永遠の命が与えられるんです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もう私たちはイエス・キリストを信じた瞬間から永遠の命を与えられています。永遠の命を生きているんです。一時的な命はどっかで終わるだけの話、永遠の命を生きている。そしてその命を得るために必要なことは一人子を信じるだけである。これはさっきも言ったように、人間が何か頑張ってもらえるものじゃないんです。もうそこまで目の前に神様を置いてくださっている。それをはい、ありがとうございますと受け取るだけです。永遠の命を与えられた。そしてこれは一種おまけですけれども、神に愛されているということが分かったんですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。神はその一人子をお与えになったほどに皆さん私を愛してくださっている、大切に思ってくださっているということ。なぜキリスト教は神が一人子を与えるなんて面倒くさいことをするのかとよく言われるんですね。そんなことをしなくたって神様を愛してるってそれでいいじゃないかと。でももし神の一人子が十字架にかかって死ななければですね、神が本当に私たちを愛しておられるということは分からなかったはずなんです。いくら言葉で愛しているということを伝えても、その人が皆さんのことを愛しているかどうか証明する手段はありません。言葉だったらいくらでも言いますよ。10万回だろうが100万回だろうがね、本当の愛はそうじゃないということを神ご自身が示してくださったんです。本当の愛は犠牲なんだ、本当の愛では愛は実行なんだと、行為なんだと。それは人間にとって一番大切なものは何か、それは我が子だろうと。人間にとって一番大切な我が子、もし我が子を与えるようなことがあったらそれに勝る愛はないじゃないか。つまり神様は私たちが分かるように、私たちに分かるためにあえて一人子の神をこの地上に使わせてくださったんです。そしてその方を十字架にかけて殺してくださったんです。そのことによって私たちには愛が分かったとヨハネが言ってるんです。そこで初めて合点が言ったんだと。神は私を愛しておられるんだ、どういう愛で愛しておられるかということが分かったんだと。そのことがなかったら分からなかったかもしれない。事実ですから十字架はね、歴史上の事実ですから、揺るがしようのない事実。このことによって私たちは、神が、この創造主が私たちを何者にも代え難く愛しておられ、大切に思っておられるということが分かったんです。神の愛が分からなくなったらどうしますか。十字架を見ればいいんですよ。神様は私のことをどう思っておられるんだろうか、もう忘れちゃったんじゃないか、愛想を尽かしたんじゃないか、そう思った時には十字架を見てください。これこそが神の愛の印ですよ。一人子さえ惜しまずに私を愛されたんだから、私のことを忘れになるはずがない、私のことを放っておかれるはずがない、私のことをどうでもいいと思われるはずは決してないんです。キリストによるチェンジ、3つ目は神のことされたということです。これはですね、ヨハネはこのことを恵みの上に与えられた恵みと言いました。ヨハネの福音書の1章に書いてあるんですけれども、恵みの上にさらに恵み、罪が許されて永遠の命が与えられたということは十分な恵み、それだけで十分な恵み、ね、もうこうなったらあとは天国の門番だろうと
廊下掃除だろうと何だろうと奴隷だろうと何でも何でも、もう神様の命をいただいてるんだから喜んで、お仕えするわけですけど、神はいやいやいや、あなたは私の子だと言われる。あなたは私の子供、大切な子供、我が子だ。神のこと、言葉は、言葉はキリストのことですけれども、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと書いてある。神の子ですよ皆さん、神の子、今年のカープの、いいのか悪いのか、まあカープが調子がいいからいいですけどね、もしかすると今年のあのなんか流行り言葉になる、なりそうな、神ってるというですね。日本人は何でも神ってると、神、神って言いますね。美味しいと神って言ったりしますから、最近の若い人、あ、これ美味しい神とか、なんてよく分かんない、何でもかんでも神、鈴木誠也は神ってると、カープは神ってると、牧師が言うとちょっとまずいような気がしますが、まあそれだけ日本人はね、こう神様は身近なんですよね、すごい身近なんです。でも聖書において神様はそんなに中途半端な身近じゃないんです。聖書の神様は私たちのお父さんでありお母さん、私たちの親なんです。本来ならばこの世界を作りになって私たちを一瞬にして滅ぼすことのできる恐ろしい神様ではあるんだけれども、私たちを愛して私たちを我が子と呼んでくださる恵み深い神様、この神の子となる資格を与えてくださった。地の塵に過ぎない、ゴミですから私たちは、たちの悪いゴミですよ。ゴミとしてもね、たちが悪いです、放射能物質みたいなね、こう悪を垂れ流す、そんな私たちを一人子の血によって洗ってですね、清めて、そして永遠の命を与えて我が子と呼んでくださって、神様は本当に憐れみ深い方ですね、申し訳ないが私は皆さんのことを我が子と思えるほどの愛はありません、牧師ですが、それは全部神様にお任せいたします。何を言ってんだ、お前がまず第一だろうって言われそうな気がしますね。本当にそうですね。よく神様は私みたいな我が子と呼んでくださる、ありがたいことです。我が子であるということはですよ、人間の親でさえ我が子は大切にするんですから、どうしようもないようなのでも可愛がるんですから、この誠の親である神が私たちを大切にされないはずはありません。私たちをに期待して心配してね、どんな時にも 見放さない、共にいると約束してください。共にいると言ってもですね、罰を与えるために共にいるわけじゃないんですよ。採点官として共にいるわけじゃないです。あ、また今日もやった、あ、また失敗、またあんなこと言ったってですね、そんなためにいるわけじゃないんです。私たちを励ますために、頑張れ、大丈夫、なんとかなる、私が共にいるから、そうやって私たちのそばで励ましたり慰めたりするために、世の終わりまで共にいてくださる、この本当の親となってくださった、これがキリストによって与えられた3番目のチェンジということなんですね。ちょっと図解をしたいと思います。キリストによるチェンジ、はい、あれは長岡さん、私、似てない、創造主と私たちの間には決して埋めることができない溝があってね、離れてました。でこの人は背中向けてるんです。これ、向きが神様の向いてないんですね、しかしキリストがですね、架け橋となってくださった。でこの人も神様の向いたんです、向きが変わってるでしょ、これ重要なとこですよ。これ向きが変わってるんです、ほらほら、ね、こう向きが変わった、この向きが変わるっていうのがね、信じるということなんですよ。もう分かりやすく言えば、
そっぽ向いてたんだけども、神様の向いた、それだけですよ私たちのやったことは。そしたらここにですね、立派な架け橋がかかってあるんですよ。私が道であり真理であり命である、私を通してなければ父の身元に行くことはできない、イエス様おっしゃった。でっかい橋がかかってる、ね、十字架の橋がかかってる。で、創造主がそこにいらっしゃる、この関係が回復したと思っていたら、この橋から命がやってきました、ね、永遠の命が、あふれるばかりの命が、豊かな命が私たちに注がれている。もうできるだけ死なないように、健康グッズやサプリや健康番組一生懸命見て、どうやったら一日でも長く生きられるかなって、もうそんな耳ちいことやめましょうね。もう永遠の命が与えられてるんだから、元気でいるのは神様のためですからね。神様のために元気でいるのはそれでいいんですよ。そうじゃなかったら別に長生きするなとは言いませんけども、まあどっちでもいいことですね。どっちでもいいことです。永遠の命が与えられて、そしてこの永遠の命が与えられて、まさにこの創造主の中にこの入れられたと、神のことだった、ね、神の深いご愛に包まれて、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。新しい創造、ただの水ぼちゃんではありません、ね、今日お二人は新しく創造されたものです、ね、全く新しい人に作られました。そして皆さんも新しく作られたものです。キリストによって私たちはチェンジされたということを、どうぞ忘れることがないように、いつも思い返してですね、リフレッシュしていただいて感謝していきましょう。お祈りします。天のお父様、これより感謝をいたします。あなたは天地創造の神であり、私たちはあなたに作られた地の塵に過ぎないものであるのに、これに言葉を与え、意志を与え、力を与え、自由を与えられた。しかしその自由を私たちは正しく用いず、あなたに背いておりました。しかしあなたの一方的な恵みによって、恩寵によって、一人子が私たちのために死んでくださった。その十字架の死によって私たちの罪は許されて、天地万物の創造主であるあなたを私たちはもう一度神として崇めることが許されました。それだけではありません。永遠の命を与えられ、そしてなんと神のことをされておりますことを感謝をいたします。あなたは私たちをご自分の大切な子供として、今も24時間変わることなく大切に思っておられ、愛し続けておられ、導いてくださっていることをありがとうございます。ですから私たちは何も恐れることも心配することもありません。何が起こっても神様、あなたの愛の中にあることですから、感謝を持って歩んでまいります。今日洗礼を受けられたお二人の方の上に、神様、これまで以上に豊かにあなたの臨在を表して、神様、あなたが共にいてくださるということを毎日確認しながら、喜びのうちに歩むことができるように導いてください。すでに洗礼を受けた者は、この喜びをもう一度思い起こして、この恵みを感謝して、さらにまた多くの人々にこれを伝えていく、その使命に導いてくださるように、まだ洗礼を受けておられない方がこの場にあるならば、神様、どうぞその顔をあなたに向けて、素直になってあなたを信じて、神のことをされる日が一日も早く参りますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。